ハスコボハスキーハスコボブルガリア内のハスコボの一世界最大の生仮民女マリアのゾーイバンディモフドラマ劇場ハスコボはブルガリア中南部の町及びそれを中心とした基礎自治体でありハスコボ州に属するギリシャやトルコへの国境へも近くその人口は2009年6月の時点で8万人強である1985年に町の1 0周年が祝され この時のために新しい時計塔が建てられた。市内にはオスマン帝国時代の有名な国際交易市場のあったウズンジョボ村がある。考古学的調査によると、ハスコボ地域には7000年前から人の居住が確認できる。ハスコボとその周辺には、戦死時代からのトラキア人、古代ギリシア、古代ローマ、東ローマ帝国の時代の人の居住の痕跡が、 保存されている。9世紀の第一次ブルガリア帝国の時代、ハスコボに要塞が築かれ、やがて町へと発展した。ハスコボ市内のクロコトニツァとハルマンディースカ川、マリツァ川に挟まれた一帯に最初の町が築かれた。1395年、バルカン半島では最も初期の部類に入るエスキ、モスクが築かれた。そのミナレットは傾いて立っている。 エスキモスクのミナレット1782年、この町はマルサと呼ばれていた。ハスキョイの名前はアラビア語で所有地を意味するはずとトルコ語で村を意味する、恋に由来すると考えられている。一方、ハズはもともとトルコ語で正常を意味しているとの説もある。ブルガリア民族復興の時代、この町は正常な町と呼ばれていたこともこの説の詳さとなっている。 トルコ語で村を意味する恋の部分は、ブルガリア語での地名を表す設備語の応募に置き換えられ、現在のハスコボの名前が形作られた。19世紀に多くのブルガリア人がこの地に定住した。この当時、ハスコボはエディルネ、エノス、そしてイスタンブールへと続く交易路であった。やがて、この地はコトン製品、キヌセンイ、カーペットの産地として、 名声を得るようになっていった。1878年のブルガリア外放以降、ハスコボは質の高いタバコの産地となった。しかし、有力なタバコ生産会社の BT ハスコボが閉鎖して以降、この地域でタバコは生産されていない。今日、食品や機械、繊維の生産が産業の主力となっている。南極大陸、サウス、セトランド諸島。 クリニッジ島のハスコボ洞窟は、この町にちなんで命名された。ハスコボの生活文化の一翼を担うものとして、イヴァン・ディモフドラマ劇場や、歴史博物館、画廊などがある。毎年、近隣のケナナ公園にて、キトナトラキア民族歌唱舞踊祭が催されている。2003年に、高さ32メートルの生仮民城マリアと幼い、イース・ハリストスの像が近くの青年農家に、 完成した。像は、ハスコボの祭日である9月8日の生新庄、誕生祭の日に祝福された。像は、ギネスワールドレコーズによって、世界最大の生新庄の像として記載された。街の中心は2000年代に入ってから、多くの投資や開発が進められている。市街地を外れた、ハスコボ市内の見どころとしては、古代トラキア人のアレクサンドロボ墳墓や、 ウズンジョボで、オスマン帝国時代に、モスクとして建てられた、精神助修神制度などがある。ハスコボ基礎自治体にはその中心であるハスコボをはじめと、する以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。